こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。2024年5月7日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週はスポーツ、地域、芸能、ミュージック、グルメ、アクティビティ、アクティビティがございます。さあ、それでは平子さんにいつも通り弾いて、緊張の一瞬一つ深呼吸を大きく、いや、そういう深呼吸じゃないですか。しました。別に普通の呼吸なんで。どうぞ。やにくさ台無しだよ、台無しだわ。待って、やんないで、そっちやにくせんだから。コントじゃない。これ。あ、それ、はい、やります。一番ヤニの可能性ありますよ。一番ヤニも。あ、ラジオ、あ、芸能のゴシップです。なんか食えよ。葉っぱ。葉っぱ食ってこいよ。ヤニスターと、まあ、ハーブとかさ、しがんでこいって。本当に。そうだよね。ハーブないの？ここハーブないだろう。なんかボックスに入れといてよ、ハーブを。酒井のとこに置いといてよ。芸能のゴシップいきます。ラジオネームビーチ坊主、川北麻衣子、初めてのなめろうに宿泊。宿泊ってビジュアルがね、そんなに。わかるだろ。最初はね、なんだこれって思うかもね。女子は、ね、知らなかった女子はね。こういう子わかんないのか。うん。食ったらもうやめらんねえから。海外のね、生活長かったから。そうだよね。そうだよね。なめろわかんないな。生魚すらもね。ああ、そうか。ちょっと抵抗ある中で。ああ、急ななめろはあれかもしれないけど。宿泊っていうやつ。なめろうまいよね。ああ、いいよね。薬味とね、味噌を。うまいね。混ぜたもん。叩いて。うん。いいよね、なめろう。なめろうまい。お前、薬味食ってこいよ、マジで。薬味食んの？薬味だけ？薬味で消してこいよ、ヤニ。それはそれよ。それはそれだと思うよ。セブン行ってきてさ、薬味買ってきてくれ。ちっちゃいのね、ネギとか売ってるけどな。薬味ありませんか？みょうがとかのやつ売ってるわ。マジで。薬味セットみたいなやつ。マジで。ちょっと電話つなぐからさ、やだ、あの、ヤニの香り消えそうなやつ。他にあるって。で、中継するから一応行って。マジで、マジで行って。じゃ、薬味マジで行って。マジで、今もヤニ臭いから。じゃ、やだよ。マジで行って。やだよ。電話つなぐ。電話つなぐって何？行け、行って。電話つなぐって何？中継するから。え？セブン行って、なんかヤニの匂い消えそうなもん。そんなこと言うやついる？注文するやついる？いいから。セブンイレブンで。俺ずっと頑張って、何回も言ったじゃん。ケアしてって。なんて言えばいいの？俺女じゃねえんだけど、お前の。マジで？マジで一回行ってきてよ。なんて言えばいいの？なんて言えばいいのよ。いやいや、言うも何も探してみてよ。ちょっと薬味を。薬味を。買ってきてどうすんのよ。ヤニの匂いを消してほしいの。薬味？いいか、12回行ってきて、早くセブンあるから。電話で繋ぐの？そうだって。こんなことあるかね。こんなことある。どんな捨てずりくだよ。お前がくせえって言われて。いや、だから俺は常々、ね、ほんと言ってきたの、ずっと言ってきたの。ほんとタバコあいつはね、ずっとやめないし、でずっとコロナ期間があって、ねえ、あのアクリルで板でみんなでせき止められてるような時もね、酒井が喋るたびにヤニがこもってこもってね、俺は吸わないもんだから、吸わない人間にとってのね、あのヤニのこもり方ってね、たまったもんじゃないのよ。あいつヘビーの部類だから、ヤニの濃さの香りが違うんだよね。俺そのタバコ臭いのそんな嫌な人間じゃないんだけどね、あいつの場合違うんだよな、ヤニの濃さが。でケアしてくれって言ってんのに全然しないんだもん。
マジで、このヤニの匂い少しでもしたらこうなるんだっていうのをこうやって教え込んどかね、そんた、犬みてえに。ついたかな？え、オッケー、ついた。もしもーし。坂井さん。もしもーし。12階ついた？12階ついた。セブンイレブン、すごい新しくなったこと、全然前のセブンと違うわ。あ、そういう感想いいわ。いや、マジでマジで。うん、うるさい。うるさいです。ん？うるさいです。うるさい？いや、うん、うるさいって、ちょっと待ってよ、今。薬味。お姉さん、すいません。薬味って言ってます。薬味ですか？あ、すいません、すいません。鼻で笑われてる。いや、ちょっと店員さんに聞いてみるわ。チューブの生姜とかもあるじゃん。それすらもちょっと怪しいよ、この。そば類とかのとこもないもん。わさびでも。充実してるけど。生姜でも。え？すごい。生姜？じゃ、チューブの生姜もないよ。あるって。坂井。あ？ん？あ、お前、舐めてんの？ありがとうございます。え？え？舐めてる？舐めてる？うん。薬味？薬味じゃねえよ。何？なんだこのつまんねえやりとり。中継までしてこんなつまんねえやりとり。何よ？あった？ない？ないよ。うん、ない、マジでないわ。なんかある、なんかハーブとかは？いや、ハーブなんか売ってんの見たことある？セブンで葉っぱ、ハーブの葉っぱ。いや、ないのって。ないって。あ、すみません。ない、なんと。チューブの生姜もないの？チューブの生姜、そういうのじゃないの。もっと都会的なセブンイレブンだね。なんだよ、都会的なセブンイレブンって。そういうなんか。それだって生姜あるだろう。いや、マジでない、マジでないよ。マジでない。生姜の類ないの？うん、ない。クレソンとかは？クレソンもないよ。クレソンが入ってる何かはあるけど、多分。なんか。あれ、ザルそばについてるネギとかは？そんなんでいいの？いいってば。ザルそばについてる、ネギ？ネギ？誰に言ったの今。ゆっくり。いや、自分で言ってんの。自分で言うな。あ、なんか、冷やしぶっかけうどんの中には、あの、生姜のあれが入ってる。ああ、そう、入ってるじゃん、入ってるじゃん。入ってるじゃんって。入ってるじゃんって。何入ってるじゃんって。はい、入ってるじゃんって。待ってよ。何よ。だって、それで一緒にラジオできないもん。で、起点聞かせてよ。え？起点を聞かせて。トンチ勝負だよ。これ買ってくこれこれ一休さんみたいにやれ。ちょっとだぜこれ。文句ばっかり。ダッシュ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 、時間ないよ。ちょっと待って。はい、じゃこれ買ってきます。うん。いや、ここあるけどな。ダッシュダッシュダッシュあるけど、ダッシュダッシュ行くから。ダッシュ、あ、これ大丈夫です。階段でね。ありがとうございます。エレベーターなんかそんな生意気なもん使うなよ。鶴で降りてこい。お前は。ありがとうございます。外の鶴を垂らして。え？え？え？鶴で降りてこい。鶴？鶴で降りてこい。何鶴で降りるって。いいからダッシュで来いよ。エレベーターなんか使うなよ。え？エレベーターなんて生意気なもん使わずに。鶴で降りてこい。鶴で降りるって何？鶴って。外で、外。ガラスぶち破って、鶴で降りてこい。ここまでこれ合ってんのこれ。どこ、これトンチンはできねえわ。起点聞かねえわ。何なんだって。タバコだけ一丁前に薬味一つまともに探せやしねえんだから。虹の父かねこれが。いや、結構やばいこと言ってない？大丈夫それ。なんかえ大丈夫？何も俺なんか言った今。なんか結構言い過ぎてない？大丈夫かな。心配になるわ。誰にケアしてんだよ。どこの誰へのケアだよ。言い過ぎちゃう時あるか。あ、もう着きます着きます。うん、ピットインだ。ヤニクサ芸人のピットインだよ。カーブ曲がれ、うーんって言いながらカーブ曲がれ、うーんって言いながらドリフトしながら、うーん。来た来た。
買ってきましたよ。これお前何うどんなんか買ってきてるんだよ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。これしかないんだもん、だってお前なんでラジオ中に何うどん買ってきてんだよ。違う薬味を探した上で。舐めてんのかよ。これしかねえんだって、マジでマジでこれしかなかった、本当に。ちょっとじゃあそれ吸ってよ。吸うってなんだよ。もう吸うって何。もう本当もう自分じゃ分かんなくなってる、本当ヤニの匂い。え、本当に嫌だ。え、いや吸うって何。いやいや、やだよ俺。なんでよ。吸うって何。いや、生姜舐めながらやってよ。生姜じゃなくてもよかったんだよ。いいのそれ、生姜舐めながらやるの。だってタバコの匂いがすごいするんだもん。もうずっと言ってるのに、ずっと言ってんのにやめなかったじゃん、そっちが。あれば大義作ろうとしてるやん、なんかそうやって。何が大義だよ、いつもそう。うわ、人のせいにして自分の自分のケアのしなさ加減を、自分のケアのしなさ加減いつも人のせいにするじゃん。逆それは何言ってんのよ。何逆って、タバコ吸ってんのはそっちじゃん。逆も何もないじゃん。そうか、お願い、生姜飲んで、生姜飲んでヤニの匂い消して。これやだって。なんで別に生姜、無茶ぶりでも何でもない。何もう、ちょっと、じゃ吸ってよ、ちょっと。吸うってなんだよ、生姜。なんだよ。カレーよ、カレー。でも、そんなでもね。カレーけど。カレーけど、そんなでもねえよ。すんごい生姜。うん。さすが。うん。うん。のた打ちもある？いや、そこまででもないのよ、だから。そこまででもない、生姜。これでいいの？これで。ちょっとふーって息かけてみて、こっち。くせぇ！くせぇって。それはくせぇって。そうだろ。ヤニに生姜の匂いが乗っかってきた。そりゃそうだろ。なんだよ、この時間。なんだよ。もう。まさかこんなんなるとは。バケモンじゃんかよ。ちょっと待ってよ。俺バケモンとラジオやんのかよ。飽きたんすかラジオ。ここまでしないと。これやばいよ。ここまで来てやばい。たまに。てて行きましょう。行こう。はいね。アルコ&ピース DC ガレージ。ありがとうございました。こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。あ、後から来るわ。後から来る。目覚めた。目覚めたね。よし。バッキバキだわ。もうなんかもう、起きがけのヤニで一発みたいのさ、うん、そんな感じでばっかやってるから、うん、もっとフレッシュにさ、頼むよ、ほんと。ちょっと生姜はきついわ。他の、じゃあ他のでケアするから。なんか生姜かじりながらタバコ吸って。いや、本物の吸い方だよ。こんなやついる。カウボーイの吸い方だよ。知らねえけど、谷中生姜かじりながらタバコ吸うやつ見たことねえよ。本物。長いやつさ、やつ、ね、そのまんまポリポリかじりながら。俺そんな。ゴールデンウィーク終わりました。はい、お疲れしたってお疲れしたゴールデンウィーク、ね、はい、お疲れ様ですね、皆さんね。次は夏休みなりますね。そうですね、夏休みですか次は。そうですね、うん、そうですね。まあまあほどほどに頑張ってほどほどにサボりつつですね、乗り切っていただければと思います。うん、でそしてね、またその機会あれば全員で集まりましょう。で、一旦解散しますか。一旦解散かい。何だったんだ。またここから梅雨時だったりね、夏休み前の気だるい期間だったり、ね、期末試験、中間もあんのか、うん、まあ、じめじめした中でのね、うん、気だるい期間ですけども。いやー、大変だよ、これ。仕事も行きたくねえだろ。ゴールデンウィークは休みは？ありましたけど、うん、別にどこも行ってないですね。家、ああ、そっか、引っ越したばっかだから。そうだし、
家にいます。そう、三輪車買いましたね、むーちゃんに。ゴールデンウィーク中。ゴールデンウィーク中。充実してんじゃん。三輪車ちょっとずか買ってもらった母ちゃんに。へえ。やばい。ビトンのやつみたいな。ありそうだよね、ビトンが。何でも何でもあるから。サッカーボールもあるから。あるあるね。まあゴールデンウィークでは映画。映画もね、うん。なんか見ましたか最近。見ました見ました。まさに昨日、後で話そうとしてたけど、うん、あの、コングゴジラ。おぉ。行きましたよ。ぶち上げゴールデンウィーク映画。ほぉ。バカだね。バカな映画だね。はぁ。いや、最高ですわ。ね、そういう映画がいいよね。やっぱり大画面で見る意味のあるね。映画って。やっぱ平コングとしてやっぱ見とかないと。平コングではないですね。ヒラコングはちょっと、ヒラコの要素が強すぎですよね。ヒラコングはちょっとね。ゴジラコングなのに、コングゴジラって言うくらい。それじゃあ、俺がコングだっつってんじゃなくて、ヒラコとコングの物語だよ。コングと唯一心を通わせる。あれ普通、ちょっと小さめの女の子だよ。そうだね。普通の45歳のおっさんが心通じ合わせる話、誰が見てんねん。指先だけ優しく握って、見たことね、おじさんのやつ。昔はよくね、映画館行ってたイメージ、たくさんありますけどね。そうね。ね、あの品川の T ・ジョイ・プリンス、うんうん、あそこがまあ主戦場というか、主戦場。よくね、ほら、あの日本放送のラジオ前とかに行ってたんだよね、はいはいはい、有楽町前とかに行ってたんで、そっかそっか、品川だったんだよな。そう、うん、有楽町なんかめちゃくちゃあるもんね。有楽町は混むのよ。あ、 T ・ジョイ・プリンスは本当素晴らしくて、まあ、公開日とかのなんかビッグタイトルでも結構ガラガラだったり。シュワちゃんの映画のね、風切り2日後に行った時、俺一人だった時あったからね。シュワちゃんの映画、うん、これなんだっけ、これ思い出せない、なんだっけ、あのね、これニュアンスで、ね、ラストアクションヒーロー、はいはいはい、ラストアクションヒーローね、うん、うん、みたいなやつ。それじゃないですか、ラストアクションヒーローを見た。違う、ラストアクションヒーローはすげえ前のやつ。すげえ前。30年くらい前、もっと前か、わかんない、30年くらい前のやつでしょ。ラストアクションヒーローみたいな、なんかシワちゃんのラストのアクションだみたいな。じゃあラストアクションヒーロー。違うみたいな。じゃあ名前それに似てんだよ、それじゃないんだけど。え、それ見たんすか。違う、風切り直後のラストアクションヒーロー見てないよ。それはガラガラ。いやそれはガラガラ。ラストアクションヒーローはガラガラじゃないけど、なんか見たい、そんなやつを見たんだよ。あ、そうですか。酒井最近は成人映画は行ってない。行ったことない、成人映画。ピンク映画。ピンク映画行ったことないよ。行ってみたいけどね、ピンク映画。最近ないんじゃない、ピンク映画って。俺タバコ吸いながら小学館してる。ピンク映画見ながら。お前もかって言われるよ。いるよ、同志がきっと。同じことしてる。はあ。ピンク映画どうなんですか、浮気に入ります。ピンク映画か。ピンク映画はどうなんだろう。気に入る。 AV でもない、もうちょっと作品性があるよね。そうだよね、なんかそうだよね、もうちょっとだってストーリーがあるし、あるから。そしたらでもストーリー仕立ての AV もどうなんだろう。あ、そうか。どうなんだろう。劇場に行くっていうのでちょっと一つ乗っかるもんな。そうだよね。あの海外の目線だとさ、結構芸術的なみたいに見てる人もいるから、あ、それだって言えば、ヤバタンに。海外の目線で芸術的なんだよ、ピンク映画。バカ。ああ、奥さんが言ってたらどうですか、ピンク映画に。作品。さすがに作品だ、作品見に行ってんだなって思うわ。さすがに。センスバチバチだなって。単館行きつきってもう、行き切ったやつのやり方だよね、もうね。確かに。ああ、許せるかもしれないな、確かに。ピンク映画に女子、下北系女子、下北系女子、ピンク映画館にいたらどう思う？うわぁ、いそう、めっちゃやってんなと思うね、それは。めちゃめちゃ嫌だな。
で友達と喋っててもあんま笑わないタイプの。やだな。何なんだよな。コインランドリーで乾かしてる間にピンク映画。これはやばい。これはやばいっしょ。これやばいっしょ。やばい。もう、すごすぎて何とも思わない領域だよ。領域の話じゃん、もうそうなると。認めちゃう。シティハンター見ました？シティハンター見てねえけど、俺、福ちゃんが今日興奮しながらシティハンター見ました。すごいらしいです、ね。めっちゃ面白い。いやいや、すごい。俺だって予告編見てたけど、すごいもん。そう、鈴木亮平君すごいね、すごいよね、声がすげえって、声もすごかった、めっちゃ笑っちゃうって言ったもん、はあ、ちょっとダンスのあれとか、うん、もう一部分とか見ただけで、ああこれ、ね、ネットフリーまたちょっと、うん、今俺ちょっと別の続きも見てるからまだちょっといけなかったけど、確かにこれはもう見ないとだね絶対、うん、いやいや見る見る、でも我々からしたらやっぱりサイバー亮は平子さんにやってほしかったってっていうのは正直な話あります、完璧ですもん、いや完璧なのはだから、うん、鈴木亮平君が完璧にやっちゃってるから、いやいや強い、クレバー、ハンサム、ちょっとエッチ、うん、もうこれはね平子なんですよ、平子じゃないですか。シティハンター、そうなるとやっぱ原作がある分アニメもある分ね、うん、やっぱその声だったりとか、うん、鈴木亮平君完璧だったのよ、うん、サイバー亮のあのちょっとコミカルな感じとか、はいはい、うん、すごいのよレベルが、あ平子さん断ったからセカンドオファーの鈴木亮平、そういうことになりました。なわけないでしょ。えあの声いけないですか、サイバー亮ちょっとできそうですけど、ちょっとやってみようか、うん、なんか どんなセリフだっけ、うん、低いよ低い、あ低い声、低い、まず低い方よね、なんだっけ、まあ、想像ね、うん、想像、新宿の街が泣いてるよ。なんだっけ、こんなんだ、ジジイじゃん、ジジイ。正月屋に持ってないそれ。お前らさ若いもんはさ、どんな泣いてわかんねえセリフ。コミカルな方もあるじゃん、コミカルな方の栽培の、もうこし、ジンジン、もうこし、こんなつき。もうこし、もうこし、こしこし。それ違う、こんなんだっけ。声だけ終わってるわ、もう。終わってるってなんだよ。他は完璧なんだよね。終わってるってなんだよ。俺の声としては終わってないだろ。いや、でも、サイバリオな、こんなバッチリな人いないもん。もうこし、ジンジン。ダメだわ。もうオーディション落ちます、ここで。ここで落ちます。完璧なんですけどね。はあ。他にできそうな人います？だって。他？サイバー亮ができる人。はい。そっか。ほんで、俺、鈴木亮平ってなったわけだ。そういうことじゃないですか。そういうことだよね。鈴木亮平さんより全然あると思うけどな。セクシー、クレバー、強い、エッチ。もうこし、もうこし。これがダメなんだ。なんでだよ。これがやっぱり。もっこしだよ、もっこりか。もっこしとは言ってない。近づけてないのよ、やっぱり。おかしいなぁ。難しいですね、やっぱり。これがすごい面白いってこと、うん、いろいろ見たいんですよ、俺も。あ、関口メンディ、LDH をぶちやめた。やめたねぇ。ね、ニュースになってたな、うん、これ。平子さんは LDH 系の仕事をやってましたね。ジェネレーションズとずっと やらせてもらってました、ね。この間終わっちゃったけど。いいやつなんですか、関口メンディ。いいやつ、みんないいやつ。いやそうだもん、ね、ジェネレーションズみんないいやつ。あ、そう。マジで。でさ、会ったことあるっけ、ジェネレーションズはない。何人かあるかな。あ、ない。単発で。あ、みんなではないけど集まった。あ、そう。つかつらもう背もでけえしさ、キラッキラして。で、あ、キラッキラしてていいやつだからさ。うん、でも、平子さんとメンディのがっぷりやつ見たかったっすけどね。だからフリーなんのかな、わかんない、遺跡かなんだかわかんないけど、うん、よりやりやすくはなんじゃない、ああ、そっか。うん。がっぷりやつ。うん。うわ、見たいね、それは。これ系統の断ってっけどね。あ、そうなんすか。うん。ああ。怪我して OK のやつっていないじゃん、タレントで。いや。
って脱臼しませんでしたっけ、なんか脱臼ありますよね、スリムクラブ。あれもう何年、何年経った、あれ何年前だっけ、結構経ったよね、はい、がっぷりそくそくがっぷり、もう言っていいよね多分ね、はい、え、俺自分で肩外さなかったら向こうちぎれてた、自分で外してたの、あれ、あ、これ向こうちぎれんなと思ったからね、カコンって言っといて。そう、マジでちぎれちゃう。あ、そうなんだ。うん。あれ、演技だったんだ。うん。もうその、動物の顎の強さと置き換えたときに、何に例えられるだろう。動物の顎の強さ、はい。わかんない。だから、ビオランテの顎みたいなもんなんじゃない？いや、めちゃくちゃ強い。ビオランテの顎なんて、多分、でっけえし。ビオランテ。なんか、ちょっと、ワニ、ワニにすれば。ワニでいいアルバムピース DC ガレージ。お前何うどん食ってんだよ、もう。もったいない、うどん食うなよ、今後でいいじゃん。もったいないじゃんか、これだって。しょうが、いや、いいけどさ、だけだとさ、あれだからさ、何 CM 中さ、うん、食おうとするの待つの何なんだよ。マイク生きてから吸い始めるの俺見てらんないよ、そんな。いや、そんな、ね、なんで言うのよ。食おうとしてるなーっていう。俺ずっと見てんのよ、目の前で。矢に浴びて相方がうどん食おうとしてんの見せられて。ねえ、怪物じゃんお前。食う、食わねえよ、そんなの。めちゃくちゃだよ、もう。まあ、おいしい。いいよ、もう食いながら聞いてくれるぐらいでいいんだけどさ、はいはい、まあ、ゴールデンウィークありまして、うん、事前に2日ぐらいはここ休ませてってお願いしてたんですよね、うんうん、4、5と。うん、で、まあ、どこ行くでもなくね。うん、ずっとなんか家族と過ごせなかったし、うんうん、あの家のことでさ、うちも引っ越しだなんだで、うん、子供と遊べなかった、お出かけできなかったから、うんうん、でじゃあそのゆっくり遊ぼうっつって、うん、事前に予定立てといたの、うん、4、5の中で、じゃあ4日は久しく行ってない代々木公園に行きましょうって、いいっすね、みんなでお散歩して、いいっすね、ちょっと遊んで、うん、でその後原宿をお散歩して、原宿のニューエラに行って、うん、みんなで帽子を、うん、定期的に買ってるの、みんなで、家族みんなで、季節に合ったやつ、いい、冬はちょっと暖かいやつで、うん、夏だからちょっと薄手のやつを買いましょう、でその後ちょっと家具をパパの見たい家具見せてって言って、うん、で2日目はあのベランダに置くグリーンをちょっと見に行きましょうと、グリーン、うん、みんなで選ぼうって言って、うん、でその後自転車で豊島園の映画館に行って、コングゴジラを見ようと。おお、ここで来るわけだ。そう、うん、それを予定を立てて、うん、そしたらもう渋滞に巻き込まれることもないし、うん、子供らに話したら、うん、パパと、うん、完璧すぎるとあまりにも完璧で、うんうん、震えるとそのプランに穴がなさすぎるじゃない。もうすげえな、波じゃないと。確かに完璧だと思う。楽しみだ、楽しみでしょうがないと、うん、もう1週間前ぐらいから予定立てて、うん、で前日まで仕事をして、うん、結構昼間から立て込んでて、で夜も夜で遅くまでラジオがあるじゃないですか、うん、金曜日、うん、でね、で夜ラジオ終わって家帰ってご飯食べて、うん、寝て、うん、当日の朝、うん、リビングで子供たちが楽しそうにキャ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 言ってる声で目が覚めて、うんうん、したらね、うん、体が一切動かないんですよ。え、うん、胃が、うん、半端じゃなくぶち壊れちゃってて、何それ。あの前日、まあいろいろちょっといろんなの食べたのよ、うんうん、あのまあ楽屋弁当も食べて、うん、全部食べて、でちょっと収録で出されたやつも俺全部食っちゃうから、うん、全部食べて、ラジオ前にもご飯食べて、で
その後帰った後ご飯どうするっていうの、そこまでもうパンパンだったけど、うん、もう油っこいものばっかり食べてパンパンだったんだけど、うん、家帰ってご飯今日どうするって聞いてくれたけど、うん、いやもう腹いっぱいだからな、あ、うん、そっかって言って、一応これお肉解凍したけどじゃあもう一回戻しとこうかって言って、うん、そのそれがふるさと納税で取った、うんうん、いいステーキがあって、一枚のでっかいやつ、うん、それが霜降りの綺麗なうまそうなやつでね、うん、それ見たらうわーこれちょっと腹いっぱいだし脂っこいけどこれ食いてえなーと思って、うん、だからもう家帰って風呂入ってたからもう1時前よ、うん、奥さんじゃあちょっと焼いてもらっていいっつって、うん、はあ、焼いてもらって食って、ああ脂っこくてうまくて、うまくてうまくて、うん、で朝起きて胃がぶっ壊れててそうだ、半端じゃない、もう動かないね、マジで、あの40度とかインフルエンザになった時胃壊れるじゃん、はいはいはい、あれの風邪ひいてない晩、うん、うわ、だからもう動かない、うん、無理、うん、でちょっと油のこととか肉とか何でもいい、何でも考えただけでおっ、うわ、はい、ってなっちゃって、ね、もう足も動かないし、うわ、この年だったら1回じゃ治らない。治らない。これもう、あ、もう、無理だなって分かる。で、これはちょっと、あ、悪いけど、これも大変申し訳ないから、これ無理だなって、うん。ちょっとお断り、お断りっていうか、うわ、申し訳ねえなと思ってたら、うん、リビングからさ、まあ、証拠の娘は、まあ、いつもはしゃいでるから、うん、キャイのキャイの言ってんだけど、息子ももう中1になって、言葉少なげな、もともとね、うん、男の子なのに、うん、ボソッとなんかの会話の中で今日楽しみって聞こえてきて、これ潰せねえなと思って、這うようにベッド出て、みんなに気づかれないようにセブン行って、スポーツドリンク、栄養ドリンク、ヨーグルト、桃、今あのフルーツ売ってんだよ袋詰めで、で桃買って、でそれ買って一回出て慌てて戻って胃薬買って、なんで胃薬買わなかったんだっつってそれがメインですよ、ね、近場のちっちゃい公園で家族に見られないようにそれもしゃ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 かっこんで、で俺なんか昔からなんだけど、まあその公園だからちっちゃい木が生えてんだけど、木を通り抜けた風を吸ったら俺体良くなるってちょっと思ってとかって、それなんか知んないけど深呼吸して全然良くなんかなってねえけど、這うように戻って、で奥さんだけにちょっとだけ胃が重いと、で俺ゆっくり歩くけど子供らに気づかれたくねえから言わないで、大丈夫、やめようか今日って、ああそこまでじゃねえからつって、鏡見たら顔絵の具で塗ったみたいに真っ青なんだよ、そうぶっ壊れてるから、いや、でまあ駅は車で行って、でも音楽いつも流しながら行くんだけど、なんか流すだけでもう、体がもうズワッて、もうちょっとなんかもう、それはきつい、雑音になっちゃって、何にも流され、もう静かな中で運転してついて、這うように代々木公園行って、だけど前日から用意してたさ、なんかあのウニみたいな形の柔らかいボールで、でこっちの手持ちの方が柔らかいトランポリンみたいなポン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 できる遊びのやつと、マジックテープでテニスボールみたいなひっつくようなやつとかいろいろ持ってったから、それで子供たちが遊んでて俺らベンチに座ってそれ見てて、本当楽しい、もうそういうとこで遊ぶの本当好きなんだよ、外で遊ぶのが、でも連れてってあげられなかったから久しぶりだっつってすげえ楽しそうに遊んでて、で俺はその風景見ながら、もう最後の風景だなって、俺もう死ぬんだなって本当に、でも死の前日ってこういうことなのかなって本当に思ってて、体は機能してないんだもん、だけどあーと思って、俺そういえば息子とまともにキャッチボールもやったことねえなと思って最後の日だな、でも最後の力振り絞って立ち上がって、美月ちょっとパパと変わってくれっつって、そのマジックテープのボールで
息子とキャッチボールして泣いちゃうやんそんな。で野球なんか教えたこともないしね、一緒に公園でやったこともないのにいい球放るのよ放るって言うなよ胸元にねパシンとくんのよ。そうなんだ、うん、フォームこそ分かんない上手い人から見たらね、うん、改善の余地もあんのかもしんないけどパーンと放るのよ成長してんだな、うん、こんな強く大きくなったのかって託せるなって思って。いや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 、またダメよ、うん、で楽しかったっつって、うん、またパパとキャッチボールやりたいって言うから、うんうん、いいね、おう絶対またやろうな。絶対やるやるのよ秘密にすんなよ絶対よ。だけど絶対だぞ俺のボールは届かないのよ。いや届く、いやいいぶっ壊れてるから届かねえんだよ本当に。ヘロヘロになってでもバレちゃいけないから、うんうん、そしたらあのほらあの代々木公園から渡ってさ NHK 側に行ったところのホールでよくイベントスペースみたいになってるじゃん、はい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 、あそこでなんかやってるからお腹空いたから行こうっつって、うん、みんなで歩いてって俺なんか腹なんか1ミリも空いてねえんだけど、うん、何も食えねえから、うん、死のうもして階段があって、うん、向こうのスペース行ったらあのねカンボジア店がやってて、ね、よくわかんないのやってるわあそこ屋台オールカンボジア。カンボジア、ピンとこないけどね、うん、カンボジア。いつもだったら、そういうアジア系の食べ物も好きで行くんだけど、うん、悪いけど、今日はカンボジアの甘辛いやつは無理だ。京料理しか無理だよ、ね。だししか入んねえから、俺。薄めのだししか。みんな喜んで、わーっつって、ね、甘辛いパンとか、うん、ポテトとか。うんてか俺ライチジュースだけライチジュースは効くねチビチビ飲んでで最後のドリンクかと思って最後じゃ普段撮らねえけどなんかあのカメラで自撮りしてみんなで写真撮ってそっからさらに這うようにしてこの今度ねあの真由美がさ東京出身だから意外だったんだけど明治神宮行ったことないっつうねあ意外とね意外と近場の人ってああじゃあ行くかと思って、うん、俺らもさどんぐらいも 7,8 年前になんかライブやるときに写真撮りに行ったんだよね。あそっか、あそうだ、それで一回行ったんだよ俺も。そうだ、であそこの原宿駅の入り口から、うん、じゃあその本殿の方に行こうと思って行ったら、うん、体壊してるし久々だから感覚的だけど8キロぐらいの感覚で遠いんだよそうね、体感8キロぐらい、意外とこんな、ね、こんな歩くかっていうぐらい結構歩いて、うん、みんな楽しい涼しいって鳥居くぐった瞬間すって涼しくなんだよねあそこ、うん、あの木のトンネルみたいになるからゆっくり歩いて本殿見てで戻ってきてでも俺やっぱ 木々の通り風が あもうまさに、うん、最高じゃんあそこの参道。そう。で、神様もう少しだけ時間くれって。奮発し100円投げてさ。あとほんの少し。今日明日だけでいいんだ。最後の時間過ごさせてくれってことだ。で、ちょっと木々の通り風を吸って、治ったふりして、うん、ニューエラまで頑張って歩いて、うんうん、ニューエラのあの2階までの階段がまあもう体感2キロぐらいの階段でさ1分ぐらいかかってもう子供ら先行ってるからでちょっとお揃いの帽子とか、うん、子供たちイニシャル焼いてもらったり、うん、でそれだよかったっつってでパパ家具見たいんだよねっつって、うん、いや家具なんかもう行けるわけじゃねえそうだよねでもヴィンテージショップだ中目黒のヴィンテージショップで、うん、生きてる間に子供らにヴィンテージの良さを教えたくて、はい、生きてる間にいやそこがねいや昔からねあるね有名なねこのハイクっていうね、うん、北欧のヴィンテージショップがあるのよ、うん、そこはもうあの補修がすごい丁寧で、うん、いいヴィンテージをいい腕の職人さんが綺麗に丁寧に補修したものを売ってて、うん、でベッドのね両サイドに置くチェストがちょっとなかったから、うん、ちょっとそれを探しに行ったらちょうどいい対のチェストが売ってて、うん60年代の、うん、でそれ子供らに見せて、うん、これは新品だと思うかそれともパパが生まれるずっと前のものだと思うか、うん、新品って言うから、うん、本当にいい
家具っていうのはいい職人さんが作って、そしていい職人さんがこうして補修したら、うん、ずっといつまでも使えるものになるんだと、うん、それは命と一緒の一緒で。いいよ、死なないって。死なないよ。ただの胃もたれでしょ。いや、あれ胃もたれじゃねえよ、マジで。大丈夫。駅キャブ行けって、それは一発だよ多分。で1日目終えて、で2日目で夜も、俺はもう1日何にも食べらんないから、うん、またヨーグルトだけ食べて、うん、でまあ寝ればちょっと治るかなと思って次の日の朝、うん、迎えたら、うん、全然やっぱ何も食ってねえから、エネルギーも何もない、うんうん、やっぱその体を動かすためのなんか食べ物ってのを食べてないし、うん、1日目より悪くなってて、うん、気が無理してでもちょっとなんか優しいもんでも食べないよって胃がもう言って、うん、でもそれでも食べられなかったから、うん、でまたヨーグルトと同じもん、うん、あ1日目と同じもん公園でかっくらってでグリーン見に行って、うん、でちょっと体良くなった気して、うん、グリ浴びて家帰って自転車で、うん、コングゴジラ見て。もうやめなよそれは。コングゴジラさ、そんな最初 4DX って言われて頼むから 2D で見せてくる。そこだけはちょっと、そこだけは 2D で見せてくる。あれは胃もたれ映画でナンバーワンだからね。死んじゃうから。コングゴジラの 4DX 見て一人死んだと思われたくない。すごいなそれは。でなんとかなんとか這うようにゴールデンウィーク終えて、うん、で今日そんな昨日の今日で今朝だって治るわけねえじゃん。で朝一番でおめえの矢に浴びて。そうか、ちょっとねでも朗報が、え、胃もたれにいいものといえば、ほう、生姜。ダメじゃん。刺激物なんだよ。ゴーゴーゴー。曲いきます。 Q でナイトウォーク。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。ちょっと明治さんにまた助けられましたね。何が？このコーナーなかったらコンビニ行きっすよ。行かないよ。危なかったっすよ。あと生姜買いに行かなきゃいけないんだ。俺言ってんのよ。俺言ってんのよ。薬味って言われて言ってんのよ。さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。直火ローストのコーナー。はい、で毎週ですねスーパー香ばしっていうのを決めております。はい、その週で一番香ばしかった人ですね、うん、選んでるんですけども、でそれに選ばれたらプレゼントがあるんですが、うん、なんと今回からそのプレゼントが新しくなりました。マジ？それがですねこちら DC ガレージオリジナル目覚まし時計でございます。かわいい。これね、イメージしてほしいのが昔ながらのあのベルで叩き起こしてくれるの、うん、なアニメ調の目覚まし時計っていうんですか。いわゆる目覚まし時計ですよ ね、あのアメリカンな感じの、うんうん、それのねブラックでね、これめちゃくちゃいいのよ。これ本当にで12時のところに明治のアーモンドチョコレートがプリントされてて、うん、で我々のね DC ガレージこのロゴも入ってて、めっちゃいいけどな、これめっちゃいいんですよ。ガチで本当に、うん、ガチでいい。でこれコーナーで使ってる曲で、目覚めることができると、でその中にはシークレットソングも入ってて全部で3曲、うん、でこれベルも選べて、その音何で、鳴らすかっていうのもね、あのセレクションできるということで、気分によってちょっと変えたりする。もちろん非売品でございますから。いやめっちゃいいじゃんこれさ、うん、12時のところにさアーモンド入ってんだけどさ、はいはいはい、でもさこれ数字の、ま、ゼロが入るところにさ、うん、アーモンド俺だったら入れるかな。6のとことか9とか8とか10とか丸んとこ。そうそうそう、でも確かにそうっすね、うん、12時のとこ。いや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 、いいんですよ。急に12時のとこに、てっぺんのとこで、あ、いいんじゃないですか、てっぺんで。びっくりしちゃう、びっくりしちゃう。チョコが12時のとこに急にあるから。あ、これで目覚められるんだ。これで目覚めることができる、うん、あら、これはいいや。めっちゃいいっすよ、うん、あ、いいいいいい。あ、マジでいい。あ、いいね、徐々に、いい、徐々に徐々に入ってくるね。他にもある。
あー、うん、これいいじゃん。いい爽やかな目覚め。おー、うん、普通のベルも選べるとか。これが一番起きる。これが一番起きる。めっちゃ起きるな。気分によって変えてみてほんとめっちゃいいやつなんで。へぇ。ちょっとどんどんね、今まで送ってきてない人もね。そうだね。チャレンジしていただければと思います。うん、ぜひ皆さん、この目覚まし時計で素敵な目覚めを。うん、ということで、今週メール読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームゼンマイネズミ。みんな休め休め言うんだけどさ、このスケジュールが楽しいんだよな。あー、ワーカホリックだ。こういう用語をね、使いたいね、20代前半は。そうだね。かっけえと思ってるんだな、やっぱりな。ワーカホリック。うん。続きましてラジオネームシェイプオブユー。私と彼氏の LINE トーク履歴マジ漫才みたいだからちょっと見てほしい。きついよ。きつ、しんど、しんどいな。いや、言いそうだな。でもこういうのってだ、もう 言える人いないじゃん、こういうのって、うん、俺は娘の教育じゃないけど、言うようにしたの。ほう。小学生とか、テレビとかに突っ込んだりするじゃん。はいはいはい、テレビ見ながらとか。うん。テレビ黙ってみた方がいいんじゃない？あ、そうなんだ。うーん。そういうようになるかな。いいじゃん、でも。いや、でも、それは、面白い。周りに向けての発言だから、ああ、これに突っ込めるのって面白いと思わないっていうのって、あとあと大変かなと思ったから、今俺言おうって思う。早いうちに、ね。こういう人にも言ってあげる人がいるといいんだよね。あ、ま、全然漫才じゃない。続きまして、神奈川県ラジオネーム、ウーパールーパー太郎。だから、俺んちのこと雀荘って言うのやめてくんな。溜まってんのかな、こいつんち。ね。掘りごたつなんだね。なんか、あえてね、こたつでね。こたつ布団。出してか出さないかで学生っぽく学生寮っぽく、うん、ちょっとわざと散らかした感じにして、タバコも自由だんだろうし。千葉県ラジオネームさすらいの物理学と。ごめん、また呼び出しちゃって。先月話した時は部活で忙しいから彼氏いらないって言ってたけど、最近どう？落ち着いた。濡れたんだよ。部活引退したから復活とかないよね。本気にしようと。愛知県ラジオネーム知るべきだイエローン。初めてバーベキューに参加するからよくわからないんだけど、バーベキューの会費って有限定のコース料理より高いのが普通なの？結構取られてるんだ。結構だよ。めっちゃボられてる。続きまして、ラジオネーム、お肉総帥。お前んちのばあちゃんが作ってくれる田舎料理、ライスペーパーの出番多くない？田舎料理じゃないな。おしゃれにしようとしてる。北区ラジオネーム、ニセアルフ。大型連休の人間の行動は、わしがコントロールしてる小仏トンネルよ。小仏トンネルよく聞くわ。一番聞くわ。一番聞く。聞くけど、俺通ったことあんのかな。あんだろうね、でもね。中央道かな、ね、通ってる時な、ここ小仏トンネルだと思って通ったことないわ。ああ。どこにあるのか俺知らないもん。すんげえ聞くけど。存在してるけど、存在してるけど。外見となんか見たことない。絶対小仏トンネル中心に話すもんね。確かに。まず、言っとかな、みたいな感じで言うもんね。ねえ、うん。続きまして、ラジオネーム、ゼンマイネズミ。あ、うちのサークルはちょっとだけ上下関係厳しくてさ、1年生は、築30年以上の木造しか住んじゃいけないの。
これ汚いのってめちゃくちゃ厳しいじゃん。ソックスしろとかじゃねえんだよ。最悪だなこれ、このルール。なんでだよ。逆にむずいって今どうすれ探すの、どうすりゃいいんだよ。実家のやつ徒歩15分以内もダメだ。さあ、以上です、はい、さあ今週のスーパー香ばしい、そうだね、第1号ってことになるのかな、ね、あそう目覚まし第1号、ラジオネームシェイプオブユーの彼氏の LINE 特技、マジ漫才みたいな感じにしましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。さあということで、アルコ&ピース DC ガレージあっという間ですが、そろそろお別れのお時間です、はい、うどくう、うどくはねさっぱりしてていいっすね。この時間は冷たいやつ、うどんは食うんだけど、はい、さっぱりしててうまいっすよ。なんでお前の食い差しのうどん食うんだよ。うまいっすよマジで。生姜も入ってねえし。いやマジでうまかった。いやうまいの知ってるよ。食いますよ。食わねえっつうのお前の食い差し。田中さん腹ぶっ壊してんだね。さあ TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カウボーイです、はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希でした。